やどうも、おはようございます。こんにちは、こんばんは。海野です。メガネがギリギリ見える。はい、ちょっと今日マイクが、新しいマイクというか、まあ大体多分変わってないと思うんですけど、イエティから、イエティの X になったんで、 X なのかな。マイクの都合上、カメラアングルとのね、兼ね合いでマスクしてますが、お許しください。マスクがちっちゃすぎて耳が引きちぎれそうなんですけど、まあ仕方ないです。そういうこともあります。というわけでやっていきます。まずは、紹介しなかった。まず、なんて読むの、アロンキングランキングかな、わかんねえや。筆記体でわかんない。ブラシですね、ブラシ。まあ、イエティは多分皆さん知ってると思うんで、マイクの説明はしないでおきます。急にクッキーって言われても、なんじゃこいつってなりますね。まあ、気にしないでください。
話が雑になる。意外とこの裏でやってる方がいいかもしれないですね。わかりませんが。脳天の方がいいかもしれない。すく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 。個人的にこの音はかなりいいと思ってるんですが、わからないね、読めないね。よし、じゃあ次行きましょう。次どれを使うか。じゃあこれ行こうか。なんかまた汚れてんな。ちょっとなんかアジアン雑貨で買った、これやれば大丈夫なんじゃない。アジアン雑貨で買った、全然ダメかもしれない。アジアン雑貨で買った、なんかトレー、あ、ソープティッシュか、ソープティッシュ、ソープトレー。あー微妙かも。なぜ腹がこんなになる。飯いっぱい食って今消化してんのかな。これはまあ音だけちゃんと出そうか。
私腹めっちゃ鳴るじゃないですか。あ、別にこの話今しなくてもいいか。まあでもこのガラスの音はあんまり良くないから、話でなんとかしないといけないという気持ちもある。腹が鳴るから対策としてその日はなるべくコーヒー飲まないとかね。なんかコーヒー今日はいっぱい飲みましたけど、いつも3、4杯飲むんですよ。それをいっぱいにするとか努力はしてるんですよね、一応。とか刺激物みたいな取らないみたいな、あの炭酸ジュースみたいなのとかも、まあ、ここ何回すか飲んでないし。だからマジで撮影機になると撮影機って何、皆さんからしたら撮影機って何って感じですけど、撮影する時期としない時期があるんで。あ、ちょっとごめんなさい、今洗濯機になりましたね。カットかな、カット、わかんない。私編集時の私の気分です。トク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 なんでお腹になるか分かりました。前かがみになってるからお腹がこう圧迫されるんですね。まあ、皆さんには多分あまり関係ないことなんで、次、よし、次、マウスパッド、マウスパッドです。やってみます。これはどっちがいいか。こっちなのか、こっちなのか。
やっちまった。ピンポンピンポンピンポン。ポポ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 私ももう終わりだ。早い。あ、なんか微妙に嫌な音かもしんない。嫌な音だったらごめんなさい。腹よ、静まれ。めっちゃ鳴っとる。サンドがうまくいかなかった申し訳ない、というわけでこのマイクいかがだったでしょうか。いや、あのね、イエティ自体はすごい大好きなんですけど、前使ってた2つがあんまりマイクの故障なんかわかんないけどうまい具合に音入んなくてですね、使わなくなっちゃったんですが、久しぶりに買ってみました。あの新しい形の X の買ってみました。まあよかったらまた使います。というわけで以上でおしまいです、よかったらまた違う動画見てみてください。お願いします。海野でした。じゃあね、バイバイ、おやすみなさい、さようなら、バイバイ、バイ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 。怖いよ。おやすみなさい。